すごい知音も高めるし、構成もあって、そして繰り返しもあるので、またそこからもこういう下の方に、そうですね。産地によっては第4の太陽でこうマルチシート、園地に反射するフィルムを敷いて、さらにまだ4つ目の太陽を作ってるところもあります。なるほど。マルチシートを使ってる会社のホームページからパクったから一般的にはやっぱ3つっていうのがすごい多いんですね。そうですね、そう、そのような感じで3つあるんだよ。みかん、みかんってただみかんじゃねえんだよ。そのまんまそれなしで作ると、はい、全然違う。そうですね、もうエイメではもう大体内陸の方だとそういうみかんもありますけど、やっぱり地元の人でも海沿いのそういうみかんを好みますので、多分違う。食べ比べたら一発で分かるみたいな。多分違う。見た目も全然違う。見た目は難しいですね。でも食べると違います。させてください。私に
所から杉沢彩香さんという方がいらっしゃって、その方のご好意でちょっと4万回、味わいたい駅伝ツアーっていうのを9月に行ったんですけど、多分敬老の暇あたりの連休にやる予定ですので、もしちょっともしかしたらちょっと何かご一緒させていただくことがいただくことを打診するかもしれないと思いました。はい、以上です。まずは
遠くから来た方にはテンコロ特製エキタイル T シャツを差し上げます。はい、とてもじゃないけど恥ずかしくて出してはくれない、そういうようなものになっております。あ、どうもいらっしゃいませ、いらっしゃいませ。私も入ります。あ、私も入ります。先ほどあのご紹介させていただきます舞ちゃんです。あの、ローラ
動きやすい。残念。裏を見せる。
武道館でやります全然、はい、解散です。